昨日も書いたけど、キャット。そう、さっきアルバム、アルバムの詳細出ましたね。私は全員曲のモーニング娘さんのラブマシーンと平成部門で、あの変なとこに入った。食べてたら喜んでた。あとユニットみたいな平成部門で乃木坂46さんの君の名は希望を歌わせて、カバーで歌わせていただきました。イエーイ、ね、めちゃめちゃ名曲ぞろいのアルバムですけど、この曲を担当させていただきました。とっても嬉しい、イエーイ。ね、今日だっけ、もう30分後には先行配信してるんでしたっけ。やば、楽しみですね。リード曲の配信か、まあそのうち配信されるということでね、発売日までお楽しみにしててください。君の名は希望です。君の名は希望歌わせていただきましたね。まさかこの曲になると。でもなんかみんな喜んでくれてたから嬉しいです。ひなちゃんが乃木坂嬉しいって言ってくれる人みんないっぱいいたから。はい、頑張って歌いました。とても楽しみです。楽しみ。みんなどんなね、まだあれだけど、どんな風な反応なのかなって、ワクワク。私はまだ完成形はね全然聞いてないので、楽しみだよ。やってみたい曲いっぱいありました。うん、いっぱいあった。全部めっちゃやりたかった、全部いいなと思ってたけど、でも意外、なんかこのあんま、でも自分これ意外ではなかったかな。イエーイって感じね。他の曲も良かったけど、嬉しい。でもかい、なんかももクロさんの曲とか歌ってみたかった。今回19期ちゃんだったけどね、とか。でも本当にめっちゃいい曲ばっかり、やっぱり素敵ね。乃
乃木坂さんの曲歌う日が来るとは思いませんでした。嬉しい。誰が決めてくださったんだろう。嬉しいな。確かに古めの曲多かったね。確かに確かに。楽しみ。ね、誰が選んだんだろう。気になる。でもめっちゃカラーに合ってる。すごい、はい。なん、新鮮とか。いい感じ、すごい。いい感じ、とても素敵。楽しみですね、めちゃめちゃ。ピース。さっきレッスン終わって、今日レッスンちょっと難しかったな。ちょいい感じ。おー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 ね。でもあのラブマシーン、モムさんラブマシーンなんだって思った。レアレボリューションかと思いました。ラブマシーン、そう、ラブマシーンは全員でやります。は全員曲なんだね。いいっすね。日本の未来はおー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 ってできるのいいよね。めっちゃ盛り上がる。カラオケとかでよく歌います、私好きだから。関係ないけど今日めっちゃ寒くなかったですか。私寒すぎてびっくりした。今日めっちゃ風がすごかった。今日寒かった。でも今日お昼夕方にひゆかちゃんとさえちゃんとね3人でおでん食べました。あとゆいも。おでん食べた。美味しかった。もう心も体も温まった。餅巾着必須だけど2個しかなかったから、ひなちゃん買っちゃったからさえちゃんに一口あげました。ちくわぶいったよ。もちろんちくわぶとはんぺんと、ちくわぶとはんぺんと大根と餅巾着と、もう一個迷ってたんですけど、こんにゃくかちくわか、まあ王道あたりで迷ってたんですけど、なんかみんな卵でしょって言うから、じゃあ卵にした。でも私はあんま卵そんな好みじゃなかったな。大根食べたよ。大根と餅巾着とちくわぶとはんぺん。大根食べたよ、もちろん。ちょあんまり卵、まあ、卵めっちゃ美味しいけど、スタメンにはならないかなって。
からしつける、つける。でもひんちゃんからしより柚子胡椒の方が好き。柚子胡椒の方が好き。からし、まあ、からしも美味しいけど。白滝好きじゃない。あと味噌、最近なんか味噌見つけたから味噌ももらった。でも餅巾着が大、もうダントツで一番美味しい。セブンのおでん美味しかった。いや餅巾着がな、もうナンバーワンで美味しいよ。あんまり得意じゃない。美味しいけど、うん、なんかニュルニュルしてて、あんまりそんなに食べたスタメンにはならないかな。うん、白滝そんなに好きじゃない。でもやっぱ卵じゃなくて、こんにゃくかちくわにすればよかった。やっぱり、あ、卵にしちゃったらちょっと今でも後悔してます。ファミマでおでんあんまり見ない。あんまり見ない。でもちくわぶと餅巾着がダントツで美味しかった。あとセブンのおでんの餅巾着の好きなところは、さ、縛るところあるじゃないですか。ちくわぶってない？え、ちくわぶ知らないの？やば、非国民だ、非国民。ちくわぶを知らないとは。ちくわぶはもうこの世でいっちゃん美味しいぞ。もうちくわぶからしか得られない何かがあるんだよ。ちくわぶは何がうまいって、なんかおでんの塊、おでんじゃないや、うどんの塊みたいな感じなの。関西ちくわぶないの？ガチ？かわいそう。え、かわいそう。はんぺん食べたよ今日。ちくわぶはもううどんの塊みたいな感じなの。本当に美味しい。もう小麦粉の塊なんだけど、本当にもう本当に美味しくて、1個しか買わなかったのを後悔してるぐらい。めっちゃ美味しいよ、本当に。美味しかったでね、セブンのね、餅巾着の何が美味しいかって、この縛るところがさ、普通はかんぴょうで縛ってるじゃないですか。だけどセブンは違うの。油揚げでね、こうやってね、縫ってやるみたいにね、なってるの。もうかんぴょうやっぱまだまだお子ちゃまだから苦手なんで、油揚げだけで波縫いみたいになってるのが本当に素敵って感じなの。わかります？って思いました。で、みんなもおでん食べましょう。この季節は寒いんで。わ、43日目、イエーイ、素敵。だからみんなセブンの食べてみてください。超美味しいんで。ということで、キリが良さそうなのでランキング読もうと思います。でしょ、結び目がさ一個難点だったのよ、餅巾って。ランキング読みます。13位、筋肉愛国家さん、ありがとうございます。12位、はやりんごさん、ありがとうございます。
11位チョロさんありがとうございます。10位マリモさんありがとうございます。9位ハナさんありがとうございます。8位ガンバレットさんありがとうございます。7位君の名はたぬきさんありがとうございます。6位ふわふわさんありがとうございます。5位ももの旦那さんありがとうございます。4位ももちゃんありがとうございます。3位イクバルレントさんありがとうございます。2位りょうさんありがとうございます。1位356たけさんありがとうございます。ありがとうございました。皆さん遅いのにありがとう。寝ましょうね。おでん食べような明日絶対。もう寒いから、もうおでんの季節だからおでん食べよう。私はみんなからどんなに批判されようともちくわぶをいっぱい食べるから、おでんの食べたことない人はぜひ食べてみてください。おいしいから。じゃあね、おやすみなさい。バイバーイ。